駄ヶ谷コートは明治神宮外苑にあったフットサルの競技場である。この箇所は1930年に明治神宮水泳場としてオープンしたもので、明治神宮国民体育大会の下記、水上競技会や1948年ロンドンオリンピックと同時期に開催された日本選手権水泳競技、大会など数多くの水泳競技会に使われた。 中でも1948年の日本選手権水泳競技大会では古橋弘之進が自由型1500メートル並びに同400メートルで当時の世界記録を大幅に上回る記録を達成したことでも知られている古橋はこれに先駆けての6月にあった東京産大学水上競技会でも当時の世界記録を上回る記録をここで生み出している 1959年には、第14回国民体育大会かき大会のメイン会場として使われている。その後、1997年から冬季に限り、フットサル競技場として開放するも、施設老朽化並びに、年間5000万円以上の赤字のため2002年に、水泳場としては閉鎖、解体され、2003年に、常設のフットサル競技場、駄ヶ谷コートとして、 予想や新たにオープンした。2017年7月限りで閉鎖され、三井ガーデンホテル神宮外苑の森プレミアが建てられ2019年11月22日に開業した。明治神宮水泳場に関するカテゴリー。ありがとうございます。